はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。名古屋のおっとり屋ギターでございます。いつもおっとり屋チャンネルご覧いただきありがとうございます。本日も素晴らしいギターご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはこちらでございます。モーリス W100 でございます。もう憧れた方もですね、多いのではないでしょうか。あのモーリスのですね、W シリーズ中でもこちらの100というのはですね、上位クラスとなっておりまして、もうなかなかですね、あの当時買えなかった方も多いのではないでしょうか。こちらはですね、おそらく1980年頃の製造と思われてですね、もう今から30年近く前のモデルとなっております。では早速スペックの方からご紹介させていただきます。まずトップの方がスプルース単板、そしてサイドバック、こちらの方はですね、あのハカランダになっております。バックに関しましてはチェスナットの3ピースとなっております。もういかがでしょうか、この素晴らしいハカランダの木目、もう大好きな方も多いのではないでしょうか。素晴らしい木目をしております。はい、そしてこちらのギター、やはり上位機種だけあってですね、まずこのヘッド、このインレイの方がしっかりと施されておりまして、この TF モーリスの、縦ロゴとなっております。でヘキサゴンインレイ、そしてこのトップの方ですね、こちらの方もインレイの方がしっかり入っておりまして、なんとこのサイドにもですね、インレイの方がしっかり施されております。あのマーチンの D45 を思わせるような高級仕様となっております。はい、コンディションの方をご説明させていただきます。こちらですね、まずトップの方ですね、こちらにちょっと目立つ打痕の方がございまして、あとちょこちょこっとしたですね、小傷っていうのが見受けられますけども、全体的にですね、非常にいいコンディションじゃないかなと思います。もう30年ものとしてはですね、良いコンディションだと思いますよ。はい、ネックの裏もですね、比較的綺麗で、まあ、ちょこちょこっとこの辺りにですね、浅い打痕傷みたいのが若干ございますけども、もう大きなカポアートとかもございません。はい、あとですね、フレットの残りですとかネックの状態もですね、もうしっかりとメンテナンスさせていただいておりますので、ご安心して末永くお使いいただけるギターじゃないかなと思います。はい、ではですね、気になるサウンドご紹介させていただきたいんですけども、もうさすがヴィンテージモーリスですね。しかもその W の100ということで上位機種、もうサウンドも素晴らしいです。はい、もうまずですね、全体的に非常にパワフルでボリューミーです。そして太い低音からキラキラっとした中高音、非常にですね、もうモーリスらしい音色をしておりますので、ぜひ聴いていただければと思います。弦の方はですね、マーチンの M540 を使用しております。フォスファーブロンズのライトになります。では聞いてみてください。ありがとうございます。いかがでしょうか。まずこの低音、
もうサイドバックがですね、5番なんですけども、5番とは思えないですね。もうこの深い豊かな低音をしております。そしてこの中高音。綺麗なですね、きらびやかな音色、そしてこのロングサスティンですね。素晴らしい音色をしております、はい、ではですね、指弾きの方で弾いてみたいと思います。いかがでしょうか。この一音一音非常に綺麗な音色をしておりますね。はい、ありがとうございます。まあ、といった感じでですね、もうピックを使ったですね、もう力強いストロークから、きらびやかなですね、一音一音綺麗なアルペジオまで、オールマイティーにお使いいただける、そんなギターじゃないかなと思います。はい。もう、モーリスを持てばスーパースターになれるというですね、もう有名なキャッチフレーズもありました。もうその頃ですね、この上位機種というのはですね、なかなか手が届かなかった方も多いと思いますので、ぜひですね、あの頃、憧れてた方、これを機会にですね、ご検討していただけばいかがでしょうか。もうこの音色、このクオリティでですね、非常にお値打ちだと思います。ぜひですね、気になる方は、欄外に J ギターのページのリンクの方が貼ってありますので、ぜひそちらの方からご確認の方をお願いいたします。はい。ということで本日は、モーリス W100 をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。おっとりやギターでした。チャンネル登録の方もお願いいたします。